いろいろ答えてもらうよ。あんたたち、ここで何をやってたんだい？商売ですも。エーテルロと人工ブレードを量産して、欲しがってる奴らに売りつけてたんですも。私は脅され、量産に協力させられていたんだも。父ちゃん。その上今度は花を欲しがるとは、欲をかいたもんじゃの。私には分かったんですも。そいつには先祖博士が残したエーテルロが組み込まれてますも。だからその通りも。あれは私にも再現できない父の最高傑作だも。で、テートじゃ具合が悪いからってここにおびき出したってわけだ。はいですも。こいつは最初から人工ブレイドを狙う一味だったも。父の助手でありながら情報を紹介のあの男に売り、研究所を襲わせたんだも。じゃあじいちゃんが殺されたのはこいつのせいなのかも。その通りも。紹介のあの男ってもしかしてあんたに命令してたのは。そう、俺だも。バン様。まったくお前は爪が甘々だも。せっかくおびき寄せることができたのに捕まえ損なうなんて、もう申し訳ありませんも。だが許してやる。人工ブレイドだけでなく天の聖杯までやってきたんだから。先祖博士のエーテルロを手に入れて、さらに完璧となった人工ブレイド量産で大儲け。さらにさらに天の聖杯を売り払って大儲け。これで柔らかキノコ食べ放題だも。会長、あんたこんなひどいことするやつだったなんて。お前こそいい仕事いろいろ回してやったのに恩知らずだもん。で、天の聖杯は誰に売り払うつもりなのさ。やっぱりイーラ。なんでイーラを知ってるの？って、よく見たらお前イーラのドライバーだもん。なんでこんなところにいるもん。エーテルロ1000個なら外の船に積んでるもん。え、そっちの取引相手もイーラなの？よくわからないけど、みんな黙らせてしまえばいいもん。聞く、やってしまえも。任務了解、戦闘開始。トラ、あいつを破壊してくれも。ムイムイに改造されて、もう私の言葉すら届かない。